2012年10月6日まで使用されていた旧局車2015年12月4日まで使用されていた旧局車跡地は名古屋柳橋郵便局が入居する。名古屋中央郵便局は愛知県名古屋市中村区名駅にある郵便局。2000年当地にあった名古屋中央郵便局の西区天神山町への移転の際に旧局車を活用して 同局の名古屋駅前分室として設置された。1990年代以降、全国の郵便局分室が多く廃止されていく傾向にある中、新たな分室の設置は1991年の岡山中央郵便局おさふね分室の設置以来、9年ぶりのことであった。中央郵便局として使われていた局舎も、去ることながら、直近 保険窓口の平日18時までの営業や ATM 及び郵便業務窓口の実質24時間営業など中央局時代からの特徴を多く引き継ぐ全国有数の規模の分室であった。さらに、郵政民営化までは許認化申請についても当該部署が移転しなかったためあたり分室で取り扱っていた。また、その立地や 営業時間などから本局よりも利便性が高く、利用客も多かった。究局者は1956年に完成した地上6階建てのビルであったが、民営化に伴い、隣接する名工建設と名古屋鉄道の土地と合わせて高さ約200メートルの高層ビルに建て替えられることとなった。これは、名古屋ターミナルビル跡地に建設中の地上46階。 高さ約220メートルの JR ゲートタワーと一体的に再開発されている。2013年6月11日に計画で地上40階で高さ195.7メートルの新ビルの起工式が行われ、完成は2015年と発表された。そして2013年12月20日に正式名称が JP タワー名古屋と発表された。同ビルには、 郵便局が入居されていることが決まっていたが、その後2015年12月7日をめどに、名古屋中央郵便局名古屋駅前分室を、名古屋中央郵便局に昇格、会場、郵著銀行名古屋駅前店を、郵著銀行名古屋中央店に、会場の上、同タワーへ移転することが、2015年9月1日に発表された。局者は、これらの工事に先立ち、 2012年に同駅前から大道生命名古屋ビル1階に仮店舗として移転した。その後、前述の通り2015年12月7日に昇格、解消の上 JP タワー名古屋に移転した。大道生命名古屋ビル内の仮店舗跡地は名古屋柳橋郵便局として継続使用されている。悠々窓口機能は名古屋中央局のタワーズ内分室は引き続き、 JR セントラルタワーズの15階に、名古屋西郵便局の分室として、存続の上で、JP タワー名古屋には新たに、名古屋西郵便局の JP タワー、名古屋内分室を新設し、仮店舗に、転出前の名古屋駅前分室同様、悠々窓口を事実上併設させることになった。民営化までは、下記の申請について、当時の中央局ではなく、 当時の名古屋中央局名古屋駅前分室で取り扱っていた。ありがとうございます。